ブスケツ今季で悪さみたいに見ましたね。で、なんかアメリカ行くんでしょでもああいうのもね、毎年、毎年は去年も出てたから、正直、ブスケツ自身からのコメント出るまでわかんないですねえ。自分が大好きなブスケツ今季対談らしいので、偉大さ語っていただけたら幸いです。あ,ーあのメッシュと違う種類の天才だと思います。リズムと感覚両方を持っている選手で、無駄なプレーしないけど、必要な時には見せぶつかってかわしたりもするし、 あのブスケツがいることによって、はい、もうワンターン攻撃みたいな感じで、攻撃の試行回数も増えますね。本当に、あの、歴史上最高のアンカーだと思います。まあ、僕が見て,見てきた人だけですけどね。スペイン代表のインテルオールに前で話ブスケツ、ペドリ、あと1枚、チェアゴとかですかね。コケ、うん、その試合によるかな。アンカー、でデヨング、ブスケツ、ケシエで回さない上列はどうなりますか僕だったらケシエは、 うん、まあ、お金のために、ケシエ取ってすぐ売っていいんだったら、あの、ケシエが悪いとかじゃなくて、僕はあの、2個を使います。ブスケツと2個で回しますね。でもケシエはフリーで取って、そこのね、あれで儲けるのかなと思ってますけどね。普通に、ペドリ、ガビ2個のアンカーで未来は見えると思ってますね。ニコ、ガビペドリの中盤とか、ちょっと楽しみだよね。全選手ネクストブスケツは、現状だと僕はロドリかなと思いますね。 ニコはまだ実績面とかね、そのプレーシーズンとかそういうね、使われた時に良さはあるけど、全選手の中でネクストブスケツで上げたら、ただ好きなだけになっちゃいますからね、僕は。旅ニコずっとバルサに続けられますかね、ペドリ10日と,と考えたら、将来的にどっちも使い続けられるでしょうか。その2人がそこ悪くなんないとか、バルサに今後就任する監督が変な監督じゃないとか、じゃない限り、その2人は技術、判断力、ね、強度、 本当、うほんとピカイチなんで、ニコなんて出られてないのが不思議ぐらいの選手ですからね。一番ブスケツの後釜になるような選手だと思いますしね。なんかその、アスリート的なフィジカル能力で言ったらブスケツ以上ですよただ判断とか技術面に関しては、ブスケツは歴史上最高の選手だから、そこは比べたらかわいそうだけど、ブスケツとカズミロの間みたいな選手になれればいいですけどね、ニコは。 I'm sure. gonna sure.